今、女子レーサーの中で斡旋が入っていない選手が何人かいます。事故であったり産休であったりと様々ではあると思うのですが、そんな中でぜひ早期復帰を果たしてほしい美女レーサーをピックアップしてお届けさせていただきます。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。藤本さやか、山口支部所属128期の B2 級ボートレーサー、当チャンネル初登場の藤本選手、166センチと女子レーサーの中でも高身長でもある藤本選手、女子レーサーで一番身長が高いのが平田選手と倉持選手の167センチなので、女子の中でもトップクラスの身長を持つ選手と言えるでしょう。そんな藤本選手のルーツを見ていきますと、高校時代は工業高校に進学と男子が多い中でバリバリ頑張っておられたようで、卒業後は大企業でもある日本製鉄で鉄パイプを4年間作っていたという社会人経験がある藤本選手、同じく社会人経験がある上選手などもエンジンを触る仕事をしていたりなど、金属系のものを取り扱いしていた選手もボートレーサーになっています。転機となったのが21歳の時で、会社の先輩にボートレース宮島で開催されていたレディース戦に連れて行ってもらい、レースを見た瞬間に私もここで走ってみたいと思ったのがきっかけで、ボートレーサーを目指すようになります。幼い頃からお父さんが好きでというパターンではなく、社会人になってから出会ったパターンですね。その後資料請求をして選手を目指すのですが、仕事を辞めてではなく仕事を続けながらトレーニングに励みます。そして1回受験しますが、一発合格とはなりませんでしたが、2回目の受験で見事に合格。そんな藤本選手は養成所でも抜群の成績を見せます。リーグ戦の勝率はなんと 7.60 とトップ。ただ事故率が高かったこともあり、養成所チャンプ決定戦には出場とはなりませんでしたが、ポテンシャルの高さは光るところでしょう。デビューは2021年5月にボートレース下関で行われた一般戦、2号艇がエンストしていたりもありますが、コンマ36のスタートながら初出走で4着とまずまずの滑り出し、そこから着に絡むことがなかなか難しかった中で、運命の日はやってきます。デビューから約1年後の2022年5月24日男女混合の一般戦ですが、5号艇に藤本選手よりも後輩の岩田選手が入ったことで、藤本選手が本番で一つ打ちに入ります。1号艇には西山選手のポンコツ界の雄でもある林選手が構えます。そんな中で5コースからコンマ06のトップスタートを切った藤本選手はズバッとまくり差しを決め切り、146,810円と超特大満周を演出。大外の5号艇がフライングをしておりますが、この配当を見てもきっと買われていなかったのでしょう。128走目での初勝利、外の艇がフライングだったし自分も切ったんじゃないかと最後までドキドキでした。初勝利は長かった、勝ちたい勝ちたいと焦りばかりが先に立ってなかなかできなかった。このレースでできるなんてまさかまさかですと喜びを爆発させていました。そんな藤本選手は2023年5月の地元下関でのゴールデンウィークレースを最後に出走がなくなっている状態でした。ただ2023年に同じ公営スポーツでもある競輪選手でもある谷本慶信選手とご結婚されて、11月にお子さんが生まれているようです。旦那様も鹿児島支部でしたが、藤本選手がいる山口支部へと移籍もしております。11月出産であれば復帰にはもう少しかかるかもしれませんが、同じ公営競技の旦那様ですから理解もあるでしょうし、もう少し落ち着けば復帰される可能性はあると思います。128期ですし、まだデビューして3年ほどしか経っていませんからね。このまま引退はもったいないと思いますし、今から出走数を重ねて強くもなっていくはずなので、ぜひまたレースに戻ってきてくださいね。お待ちしています。深見あゆみ、愛知支部所属117期の A2 級ボートレーサー、愛されキャラでも有名でもある深見選手、当チャンネルでも初 A2 級への昇格をご紹介させていただいたこともある中で、深見選手のお父さんは
元ボートレーサーの深見浩二選手。深見選手が中学生の時くらいまでは現役選手だったようで、幼い頃からレース場には赴いていたようです。そりゃお父さんが走っていたら応援しに行きたくなりますよね。ただボートレーサーを親御さんに持つ人でも絶対に受かるというわけではなく、深見選手も7回の不合格を経験しています。試験を受けている間はフリーターでもあったようで、コンビニやスポーツジムでアルバイトをしながら試験を受けて続けたようです。実際試験は年に2回あり、落ちてしまえばまた半年間空いてしまいます。長いですよね。実際に深見選手も試験の間の半年間が長かったですと語っております。ともあれ8回目にして見事合格。同期では仲が良いという当チャンネルでもご紹介したことがある藪内瑞希選手、地獄とも呼ばれる養成所も結構楽しかったとコメントもしております。しかしデビューしてからはめちゃくちゃ苦労したようで、なんとデビューから290連敗と1着を取れない日々が続いておりましたが、2018年1月にボートレース常滑で行われた一般戦、苦しむ深見選手ですが、展開をついて5号艇の深見選手がまくり差しを決めて、デビューして2年2ヶ月目でようやく初勝利。早く初勝利を挙げる選手もいますが、深見選手のように長く苦しみながら戦い続けている選手もいらっしゃいます。そんな1着を取ることに苦しんでいた深見選手も愛知支部の本田さんや川村さんに教えていただいてとしながら A2 級に初昇格を果たします。この昇格を祝ってくれたのも師匠の川村選手であり、クビになりそうだった中、弟子入り後わずか3年で A 級昇格まで引き上がったともあり、もしそうであれば川村選手の師匠としての手腕は素晴らしいですよね。もちろん深見選手が頑張ったということに他ならないとは思いますが、勝率がピンチな選手はぜひとも弟子入りをお願いしたいとなるのではないでしょうか。2024年1月から A2 級表記に変わるのですが、変わってわずか2ヶ月でもある2月末のガマ氷を最後に3月以降斡旋が全て削除されてしまいました。2023年末に女子レーサートークの中でも話題ともなっておりましたが、ご結婚もされているのであのタイミングでのお休みとなるのではと思います。初 A2 級だった期でもあったので最後まで走る姿をどこか見たかったはありますが、その辺は致し方ないのかもしれません。1年間ほど見れない可能性はあると思いますが、特例もあったりもするので復帰後は B2 級かもしれませんが、また A 級復帰を楽しみにしております。内山七海、福岡支部所属127期の B1 級ボートレーサー、当チャンネルでもご紹介したことがある内山選手、選手になったのは大学を卒業してからになりますので、中学卒業で即ボートレーサーとかではないのですが、内山選手のおじいさんはなんとボートレーサーの橋本忠選手。おじいさんのレース映像とかは見たことはなかったようですが、高校の時ボートレース場が近い若松に引っ越しした際、たまたまお母さんが亡くなったおじいちゃんはボート選手だったのよと話してくれたようです。その後にボートレース若松へ初めて観戦に行ったようで、それから何回か通うようになった中で運命のレースに出会います。内山選手が大学時代にボートレース福岡で開催された SG ボートレースダービー、この時 SG ドリーム戦で平山千佳選手が1号艇で出走するという本当にドリームレース、結果はコンマ03のトップスタートでイン逃げを決めて、 SG 女子史上初のドリーム戦でイン逃げを決めます。このレースに刺激を受けた内山選手はボートレーサーを目指すことに。しかし元ボートレーサーを祖父に持っていたとしても一発合格とはならないのがボートレーサー養成所。競争倍率もすごく、1000人を超える受験者からわずか50名くらいしか合格しないという狭き門です。内山選手も大学に在学しながら受験を続けますが、6回不合格となかなか合格できない日々が続きます。このままじゃダメだと考えた内山選手は、なんと大学を中退して退路を断ち、自分を追い込んだ状況で運命の7回目の受験に挑みます。ご本人曰く、7回目に壁を越えられて自分の名前にも縁を感じましたともあり、7回目で無事合格を果たし、
127期として入所します。小学生の頃はバレーボール、中学、高校時代はテニス、大学時代はラクロスをやっており、スポーツには携わっていたので、地獄と呼ばれる訓練も無事にクリアして、2020年11月に地元のボートレース若松でデビュー。6号艇から6着といつもの新人あるある。初勝利はデビューから約1年後の2021年12月29日に地元ボートレース若松で行われた一般戦。1号艇では記念レースに出場してくる今井選手が構えます。4号艇はアウト屋の小川選手なので大外に構える兼ね合いもあり、 B2 級の内山選手が5コース進入となります。ただそんな中でもコンマ01のトップスタートを切り、一気にまくり切り初勝利。3番衆はついていますが、もっとついても良いのではとも思えますが、こんなまくりを決めてしまうのもまくり屋でもある水間選手を師匠に持っているからかもしれません。私も水間選手は大好きで、少しチルトを上げてまくっていくスタイル、3カドもしてくれるので買わせていただいております。そんな水間選手にも祝福されてのデビュー初勝利を地元で飾れたのは素晴らしいです。初勝利後には年末でもある極寒の海での水神祭、仲間の港の初水神祭は今までの苦労もあった中でひとしおでしょう。そんな内山選手は着実に力をつけてきており、そんな功績をファンから認められてになると思いますが、2024年2月にボートレース琵琶湖で開催された G2 レディースオールスターにも選出され出場予定でしたが、交渉により出場取り消しとなりました。丸野選手や日高選手などのように骨折しても1ヶ月ほどでレースに復帰するといった強者もおりますが、どんな怪我を負ったのかは定かではありませんが、2024年2月の常滑での一般戦以降斡旋が入っておりません。もう6月なので約4ヶ月ほどの欠場ともなっているので、よほどの大怪我なのかと思いつつも、交渉発表後から約1ヶ月後でもある3月17日にボートレース尼崎で行われたトークショーには参戦されているので、歩けない同行の怪我ではないはずです。ちなみにこの尼崎でのトークショーも中村かなえ選手が交渉となってしまったための代打出演でもありました。ちなみに3月の平和島のレースにて交渉を追ってしまったであろう中村選手ですが、もう戦線に復帰され普通にレースで出走しております。そう考えると内山選手が4ヶ月も斡旋に入っていないことはいささか疑問を覚えます。2024年前期は53走走っているので、今季も B1 級はキープできているのですが、それ以外にも3月にボートレース常滑で行われたヴィーナスシリーズでもトークショーには出ており、復帰した際には船券に絡めるように頑張りますのでよろしくお願いいたしますと言っていますが、これだけ見ても大きな怪我をしているようには少し見えないのですが、外傷とかが大きい怪我ではないのかもしれませんね。ただあまりにも長いのでひょっとしたらを考えてしまいます。大山選手と同じパターンなのかとすら思ってもしまいます。大山選手もラストはトークショーに出て、そのまま表舞台からはフェードアウトしておりますしね。ただ直近土屋選手と佐藤選手の結婚式には出てきておりましたしね。大山選手も2023年9月のヤングダービーからもう9ヶ月近くレースで走っていませんが、早く復帰してほしいところですよね。待ち遠しいです。ちなみに118期で127期の内山選手からすれば9期も先輩にも当たる戸敷選手ですが、同い年らしくお家に行ったりなど仲はとても良いみたいです。いつ復帰かはまだ分かりませんが、近々レースで見れるのを楽しみにしております。今回は復帰が待ち遠しい美女レーサーについてまとめてお伝えさせていただきました。この他にあなたが知っていること感想などぜひコメント欄で教えてください。今後もボートレースに関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。